時刻はお昼12時を回りました。やっこベイビーマイタイム始まっております。生放送でお届けしていきます。今日もよろしくお願いしますツイキャスのね、ツイキャスの、はい、皆さん、ツイキャスの皆さん、そしてユーストリームの皆さん、ありがとうございます。手で持とうか。わー、あやみさんがね、やってくれておりますよ。わーね、ラジオを聞きの皆さんもよかったらあのツイキャスでね、ありがとうございます。ツイキャスでもあの映像と音声を配信しておりますので、よかったらご覧いただきたいと思います。さあ、3月今日18日、先週ね、お休みをいただきまして、2週間ぶりのやっこベイビーマイタイムなんですけども、皆さんお元気でしょうか。先週はちょっとお仕事の都合でお休みをいただきましたけれども、今週からまた張り切ってやっこベイビーマイタイムスタートしていきますよ。よろしくお願いします。3月、別れの季節。そして昨日はね、そう、県立高校のね、合格発表がありましたけれども、いかがでしたでしょうか。お父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、もうドキドキして大変だったと思いますけれどもね、皆さんのいい笑顔ね、また4月から新しく高校生になる皆さんにもね、楽しい高校生活送ってほしいななんて思います。で、昨日、自分の高校のね、合格発表の時どうだったかなとかって振り返ってみたんですけども、やっぱりね、自分よりも家族がすごく、ドキドキしていて心配していたのが、はい、よく覚えてますね。また、今週、来週、今週来週かで、再来週が4月1日だからね、新しい出発の日となる、月となるね、この記念日とかね、楽しい時間を皆さん一緒に過ごしてくださいね。よろしくお願いします。やっこベイビーマイタイム始まるよー やっこベイビーマイタイムをお届けしております。やっこベイビーこと富島康子です。皆さん、今日の沖縄すごくね、過ごしやすい、いい風、心地いい風が吹いてますよ。気持ちいいですよ。このね、スタジオから本当にガラス張りになっていて、外がよく見えるんですけれども、いいね、この日差し、これぐらいの日差しがいいね。今からだともうね、夏に向けてかなりね、暑くなっていきます。沖縄ですから怖いね、紫外線とか。でも4月5月がね、やっぱり紫外線量多いらしいから、女性の皆さんはね、しっかりと UV ケアもしてくださいね。美白とかもね、していきましょうね、頑張ってね日傘とかさしながらね、はい、日傘ね、本当はね、日傘もささずにこう太陽浴びながら歩きたいんですけどもね、もうちょっとね、怖いですよ日焼けしすぎると怖いのでね。さてさて、この番組では皆さんからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはこちらです。761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。さあ、この番組はツイキャスとユーストリームで音声と映像を配信しております。よいしょ、はい大丈夫、今倒れちゃった、ツイキャスの画面がこれでいいのかな。はい、今ね、スタジオには私一人なので、いろいろこう自分で手探り状態で
はい、カメラの位置を調整しながらやってますよ。ごめんなさいね。ありがとうございます。あ、バイバーイ。ユーストリームの皆さんもね、はい、ありがとうございます。いつも。そしてツイキャスです。コメントよいしょ。はい、中井さん、やっこちゃん、こんにちはということでいただきました。ありがとうございます。やっこちゃん、奥花子さんの初恋をリクエストします。早速リクエスト、中井さんありがとうございます。これちょっとね確認してみますので。で、そんな中井さん、誰だろうってありますけど、これなんだろう。さっきの私の話をしている時に何か言いましたっけ。なんだろうね。昨日愛知県でも20度超えてた。昨日はね、全国的になんかね、すごい暖かい一日だったみたいですね。沖縄は暑かったね、昨日。半袖で、過ごしていましたけどもね。はい、そんな中井さん、やっこちゃん、年を考えよう。デイジー、ぐさりとかか、ね、もう突き刺さりますね。ほんとね、年を考えて、日焼けのことでしょ？はい、年齢。年齢考えて頑張ります。はーい、ありがとうございます。釣太郎さんもびっくりした。さっきちょっとツイキャスのね画面をちょっと、はい、落としてしまったというか倒してしまったんですけど、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ中井さんからのリクエストも届いておりますが、ですね、ちょっとまずはオープニングいきましょうかね。春なので春らしい曲をちょっとお届けしていきましょうかね。聞こえてきたよ。森山直太朗で桜お聴きください。ホワイトデーいかがでしたでしょうか、皆さん。ホワイトデー、みんなもらいましたか。さてさて、どうしようかな、もうこれ。教えてほしいですね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってよ、中井さん。ちょっとお待ちくださいね。ただいま森山直太朗の桜をお届けしております。太郎助さん、どうもこんにちは、お邪魔します。ありがとう。今桜お届けしてますよ。これでいいかな。
あと1分で、はい、いきますよ。CM に。そう、今日はお知らせがあるんですよ。あ、そなた、ありがとう。移動しながらね、お仕事中ということでね、そのたん、ありがとう。よしよし。ヤコベビマイタイム、今日のオープニングナンバーは森山直太朗で桜お届けしていきました。 CM の後また皆さんにお知らせがありますよ。奥花子さんね、たくさんある。ガーネット、魔法の人、最終電車、変わらないもの、シンデレラ、秘密の宝石、あ、だから秘密の宝物、トランプとかね、いろいろ、君の笑顔、二人記念日、ハッピーデイズ、いっぱいありますね。で、中井さんがリクエストしてくれたのが初恋。初恋ありますよ。初恋にしましょうかね。じゃあ、あ、みちゃんさんが25分からしか聞けないんだって。25分までか、25分までしか聞けないと。よし、いみっちゃおっさんになってる。25分ね。ちょっとじゃあ告知を入れて、いみっちゃんおっさんのメッセージを届けていきたいと思います。はいはい、ヤッコベビーです。ここで皆さんにお知らせがあります。先々週ですね、お知らせをさせていただいたんですけれども、3月の27日の金曜日にイベント開催しますとちょっとちらりと告知したんですけども、その内容をねここで紹介していきたいと思います。ラジオ好きが集まる公開収録ラジオ番組とトークイベント、それでもやっぱりラジオ好き、ラジコさん、ラジオさん、集まれというねタイトルなんですけども、そのイベントに私ヤコベビー出演をさせていただくんですが、詳細ですねご案内しますよ。人の心をつなぐアナログな媒体として見直されつつあるラジオの世界、そのラジオの世界の魅力を再発見しながら、公開収録番組という形で沖縄県内のリスナーの皆さん同士はもちろん、パーソナリティたちとの交流も深めていきますよ。参加型イベントにすることで、人間が形成するアナログな SNS コミュニティを築いていけたらと思っています。ラジオの世界の裏話、あのリスナーの面白メール、ラジオが好きだからこそ盛り上がれる話で盛り上がっていきましょうということでね、私ヤッコベイビーとで FM 小座でもおなじみの DJ モーリー、はい、DJ モーリーと、そしてもう一方、松川さんは地球一周の旅プロジェクト主催している方なんですけども、何回かね、ヤコベビマイタイムにも遊びに来てくれたことがあります。この3人でやってきます。3月27日の金曜日、
夕方、6時30分開場、7時スタートで、だいたい9時ごろに終わる予定です。場所が北谷町北前 1-10-8 アソシア社会大学内の特設スタジオになっております。で、参加費が1000円、定員は40名くらいを予定しています。対象の方は沖縄県内のラジオ局 AM、FM のリスナーと一般の方、もう誰でもまあ参加できるということですね。で、ちょっとタイムスケジュールなんですけども、6時、30分に開場しまして、もうみんなでね、わーってこうおしゃべりをしながら楽しいこう雰囲気で進めていきます。で、7時からラジオ番組公開収録が開始します。私と DJ モーリーと松川さんでこうなんかね、楽しく裏話とか、あと皆さんの事前にアンケートをちょっと書いてもらう予定なので、そのアンケートとかをもとに話を進めていったりね、楽しい、もう本当にラジオを楽しめるイベントになっております。で、それがだいたい1時間ぐらいやって、8時ぐらいから、参加者の皆さんと交流したいなと思って、リスナーの皆さんと、私とか DJ モーリー松川さんもみんなで楽しく、今までね、あのなかなかやっぱりラジオなのでリスナーとの交流もあまりないかなと思っておりますので、皆さんと一緒に楽しめたらいいなと思っています。で、終了が、9時頃を予定していますので、参加希望の方、ぜひお知らせください。私のあの Facebook のあのメッセージ、メッセンジャーとかね、メッセージを送る、ところからぜひ参加の、参加したいというこう意思を意思表示をしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。で、あの参加費なんですけども、もう当日その受付で1000円を払っていただいてという形になりますので、よろしくお願いします。3月27日金曜日の、夕方以降ね、ぜひ開けててください。一緒にこう盛り上がっていきませんかね。楽しくいきましょうね。はい、年度末忙しい時だと思いますけども、はい、そんなこと忘れて、もうラジオね、楽しみたいじゃないですか。ラジオ楽しみながらね、皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。もう早速来てる、すごい。中井さん、ツイキャス配信してください、不参加です、かっこ笑い。そうだよね、中井さんね、県外だもんね。申し訳ない。ツイキャス配信楽しいかもしれないですね。タロスケさん行きたいということで、来て来て、本当にぜひ、嬉しいよ、来てくれたらね。申し訳ないけど1000円はちょっとね、はい、すみません、1000円いただくことになるんですけども、申し訳ないんですが、それでもいいよっていう方は意思表示をしてくれたら嬉しいです。ありがとうございます。イミちゃん おっさん、仕事終わったらいつもユーストリームから見てるから無理せずに、先週のメガネ姿に胸キュンでしたよ。ありがとうございました。嬉しいね。そんなイミちゃんおっさんからね、メールでもいただいております。やっこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。今日はこの後12時半から仕事のイミッチャおじさんです。午前中はパタパタ、使用をこなし、今先ほど会社について業務開始まで放送を見ますね。さてさて、卒業式も終わった学校もあり、空港で働く私が出勤時間に目にする光景は、高校生でしょうか、お見送りに行った帰りに歩く子どもたち、目を真っ赤にしている子どもたちもたまに見かけると、昔の学生の頃を思い出します。そうね。今日の空港ではどんな出会いと別れがあるのでしょうか、一人一人に素敵な思い出があるのでしょうね。そんな旅立ちのお手伝いをするため、私たちは飛行機を遅らせないように頑張ってきますね。という素敵なメッセージをいただきました。いみっちゃおっさん、ありがとう。そうか。空港で働くと、ね、いろんな光景を目にする
ねえ、かもしれないですね。私も先日、3月の、3月6、7、8、石垣島に行ってきたんですけどもね、16日で、はい、16日といって、16日祭というお祭り、お祭りというか、まあ、亡くなった祖先の方がこう天国で、お正月になるのがこの16日なんですけども、それを16日を石垣島とか宮古島は結構盛大に祝うらしくて、私毎年、出身がね、母親の出身が石垣島なので、16日の時は石垣島に行ってるんですけども、久しぶりにね飛行機に乗って、子供たちもまあもう飛行機のね、あの頃ね、離陸する時のあの瞬間はね、無事に着きますようにっていうね、すごい。それとかなんかね、切なくなりますよね。なんだろう、この離陸する瞬間とかね。で、子供たちもちょっとね、不安そうな表情を見せてたんですけども、まあ石垣に着いたら着いたで、本当に楽しい時間を過ごすことができましたね。2泊3日。そう、去年の、ヤコベイビーマイタイムでもね、石垣島行った時のお話もしましたけどもね。あれから1年経つんだ。早いですね。さあ、春、空港ではね、出会いと別れ、いろんな光景をね、見ているこのイミッチャおじさん。これから12時30分からお仕事ということでございますので、お仕事も頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます、メッセージ。出会いと別れだね。本当にもう、寂しくなりますね。さあ、中井さんからね、リクエスト来たんですけども、奥花子さん。奥花子さんの曲をリクエストした理由は、奥花子さんの誕生日が3月20日で、今日が、君がくれた夏のリリース記念日だからです。かっこ笑い。もうすぐ誕生日？あ、今週の金曜日なのね。わかりました。じゃあ、いみっちゃおじさんじゃなくて、ごめんなさい、中井さん。中井さんはこれはリクエストは初恋でいいのかな、それとも二人記念日なのかな、二人記念日なのかな、いきますか、じゃあ、はい二人記念日かけていいのかな、かけますよ、じゃあ、わかりました、一人記念日じゃないのねありがとうございます。ではお届けしましょうか。あ、聞こえてまいりましたね。はい、中井さんからのリクエスト、奥花子さんで二人記念日お聞きください。お、イベントにぜひ皆さん来てください。3月の27日。あら、大変、もう来週じゃないですかえ、来週の金曜日、あー、やばいですね。もう3月確定申告とかね、いろいろもう本当に忙しいと思うんですけど、私も子供の、ね、子供が今度幼稚園に上がるので、で下の子も保育園がちょっと変わるので、もうバッタバタですねだけどね、またこのイベントもぜひね、楽しみながら皆さんと一緒に盛り上がっていきたいんで、よろしくお願いします。モーリーもなんか告知してるらしいですよね。
ちゃんだけです寂しい。一人記念日ね。ありがとうございます。一人記念日。ね、楽しいね。春なのに、春なのに。寂しいの。まあ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 。あ、AKB ファンさん、リクリク、ありがとうございます。届いてますよ。オッケー、オッケー、オッケー。いくよ。お。じゃんじゃんじゃか。これね、まあ、2人記念日ですよ。中井さんからのリクエストです。リクエストをね、募集というか受付できるものもあればできないものもあるので、はい、よかったらメッセージ送ってください。この後 CM 行きますね。一人記念日はやっこちゃんだけですというね、コメントもいただきました。中井さん、ありがとう一人記念日つらいなそれ二人記念日の方がいいかも。やっこちゃん、旦那さんも娘さんを見放されてるから切ねえな。やっこちゃん、お酒と一人記念日が想像してしまう自分がいる、うん、あるね、たまには。たまにはこうね、一人で一人きりにさせてくれっていう時はありますよあるここだけ強調するとね、ちょっと逆になんか怪しいですよね。あるラスト CM でーす。はい、いきますよー。はい、いい。やこちゃん、あれあれネタだった。FM 小座から生放送でお届けしていますやっこベイビーマイタイム。皆さん、いつも聞いてくれて本当にありがとうございます。さあ、ここでメッセージです。よいしょ。ホークーさん、久しぶりね。待ってよ、ツイキャス更新してから読もうね。ちょいとしばらくお待ちくださいただいまホークーさんからのねメッセージが来てるんですけども、ツイキャスちょっと切れてしまったので更新、これ更新、よいしょー、よいよいよ来てんのか
た？来てるね。ありがとうございます。それではメッセージです。やっこ様、お久しぶり。元気ですか？元気ですよ。ね、ホークさん久しぶりだね。私は部署移動でなかなか聞けなくなってしまったけど、ごめんなさい。今日は遠山よしゆきさんと一緒に聞いてますよ。よしゆきさーん。よしゆきさん。遠山さん、ありがとうございます。嬉しいですね。そっか、部署移動なのね、ホークさん。いやー、時々でも聞いてくれたら嬉しいです。ありがとう、メッセージ。ホークさんもよかったら3月27日空いていますよね。ホークさん、遠山よしゆきさんも3月27日行って空いていますよね。よかったら遊びに来ませんか？アソシア大学内にあります特設スタジオでお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、メッセージありがとうございました。ツイキャスです。よいしょ、ちょっと待ってくださいね。ツイキャス、よいしょ。はい、NUJJ さん、ヤコベイビー、こにゃにゃちは、2週間ぶりね、ということでコメントいただきました。ありがとう。そうね、2週間ぶりになりますね。お元気でしょうか。ありがとう。中井さん、ヤッコちゃん、愛知県に来て来て。愛知県行ったことないなぁ。ないですね。行きたいですけどね。公開、生放送したいですね、いろんなとこで。今回は茶壇ですけどね、いろんなとこに行けたら嬉しいですね。 AKB ファンさん、やっこさんこんにちは、ということでツイキャスにもコメントくれております。ありがとうございます。はい、いみちゃおっさん、やっこさんに見とれて最後まで放送を聞いてしまいそう、わら。足が皆さんよりちょいとばかり、ちょいとばかし短いから仕事行けますね。頑張って仕事。12時30分からね、いみっちゃおっさんはお仕事です。頑張ってください。よっこいしょ。やっこちゃん、奥花子さんの曲を流してくれてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。夜勤終わって寝る前に聞いている。あ、もう夜勤明けなんですね。お疲れ様です。聞いてくれて嬉しいですよ。ありがとうございます。渋谷すばるさん、コメントありがとうございます。うん、おりゃ、ありがとうございます。沖縄の FM 小座から生放送でお届けしております。ヤッコベイビーと申しまして、パーソナリティをしております。今ね、生放送でこの小座から、全国世界に向けてツイキャストユーストリームで、はい、配信しておりますので、メッセージもね、メールアドレスお伝えしておきますので、こちらの方にも送ってくれたら嬉しいです。 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp です。メッセージお待ちしておりますね。そしてメッセージ、よいしょ。はい、AKB ファンさんからです。ありがとうございます。やっこ&早見神推し。あれ、本当？へー、早見でしょうねー。 AKB ファンさん、ありがとうございます。やっこさん、リスナーの皆さん、こんにちは。んこ、電車の移動中、ツイキャスユースと交代で聞いてます。電車の中、大学の卒業式で袴姿の可愛い大学生いっぱいで最高ですね。いいね、目の保養だね。袴姿の可愛い大学生、そっか、袴着たのってもうかれこれ何年、何十年前。計算しないとこうね、振り返らない、振り返らない、頑張りましょうね。そんなAKB ファンさんは、南野陽子、ハイカラさんが通る、やっこさんよろしく、ということで、
リクエストありがとうございます。ありましたよ、ハイカラさんが通る。これ本当にね、懐かしいね。私も当時南野陽子大好きで、スケバンデカからも超好きでしたね。それではたっぷりとお聞きください。南野陽子、ハイカラさんが通る。
ハイカラさんが今通っていきましたね。まさにね、なんか通っていったかのようなこのすがすがしい感じ、懐かしい。南野陽子さんでハイカラさんが通るお届けしました。 AKB ファンさんからのリクエストでした。ありがとうございます。選曲 A やろうということでね、コメントも来てますよ。ありがとうございます。やっこちゃんの袴姿は20年前でしょうというね、中井さんからのツッコミもありますが、山内さんがためっていうのも怖いっていうのもありますけども、どんどんスルーしていきますからね。まあね、そうですけどね、うん。ドリフ大爆笑はということで来てますけども、ドリフね、ドリフも見てましたけど、ひょうきん族も見てましたね。どっちか、でもドリフなのかな。そこまででもね、あんまり見てないかも。ベスト10と、なるほどザ・ワールドがすごい鮮明に覚えているんで、あんまり見てない。だって8時に寝ますからね。ね、今考えたら相当早い就寝時間だったと思うんですけどね。イーサーさん、ありがとうございます。やっこさん、このツアーということで来てますよ。このツアー、このツアー、このツアー、このツアー。これいいね、このツアーね、ほんと。椎名林檎のナース服とやっこはんの白衣姿。引っ張るねー、イーサーさん。昔白衣姿をね、白衣を着て仕事をしたことがありますって話をねしたんですよ。そのことですよね、多分ね。このツワね、このツワさん。このツワさんって言っちゃった。うん、いやいやいや、20代前半の時ですけどね、はい、白衣で、うん、あまりちょっと詳しくは言いませんけどとか言ったりして。いやいや、健全なちゃんとしたお仕事ですよ、はい。椎名林檎のね、ナース服もいいよね。短いよね、でもね、あれね。ちょっと短すぎるけどね。それがまたグーってくるんでしょうね。それに、こう、メガネですかね。中井さんです。やっこちゃん、香原ともみちゃんの新曲が小室さんとのコラボ曲で出すと決まりました。そっかー。どうなんですかね。いやいやいや、またね、再会してね、こう一緒のステージに立って歌ったりっていうのも私も見ましたけども、結局元彼元カノですよね。あまりもこうなんかこう掘り返さない方がいいような気がするんですけどね。またちょっとなんか、あらぬ方向へ行っちゃわないかななんて、はい、思うんですけどね。どうですかね。あれはあれ、これはこれなんでしょうかね。私だったらできないと思いますけど、どうです皆さん。元彼元彼のとまた一緒にこう仕事ってできます？仕事じゃないか。香原ともみちゃんの場合は、でも仕事よりも密接、密じゃないですか。どう？いや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 、私だったらちょっとできないかも。だってお互い好きだった人同士でしょ。どうなんですかね。皆さんどうですか、どうですか。ね。さあさあさあ、メッセージ来てますよ。FM 小座大大大好きアッキーさんです。やアッキーさん、ありがとうね。ありがとう。やっこね、久しぶりにハロハロハロピー。お元気してますか。元気元気、もうね、元気ですよ。やっとこさ、うん、言えてないけど。はい、元気です。HY、あなたを思う風、あったらお願いします。ではでは、爆睡しながらラジオ聞いてまーす。かっこ笑い。アッキーさんも来てくださいね、3月27日、金曜日。ぜひ、イベントね、開催しますので、もう一回ちょっとイベント内容をね教えてということで来てますので紹介しましょうね。タイトル、それでもやっぱりラジオ好き、ラジコさん、ラジオさん集まれ、
ラジコはラジに子供の子、ラジオのラジで男の子ね、ラジオさん。集まれ、ラジオ好きはもちろんこれから興味を持ちたい人もぜひいらしてくださいね。3月27日の金曜日、6時30分開場、7時スタートです。9時頃終わって、もうそのままもうみんなでこう飲みに行っちゃうんじゃない多分。あーってね、打ち上げーっていう感じで。行けたらいいですね。北谷町の北前 1-10-8、アソシア社会大学内の特設スタジオで、私、ヤコベイビーと、もう FM コザでもおなじみの DJ モーリーと、地球一周の旅プロジェクトの主催をしている松川さんが、タッグを組みましてイベントを行います。参加費1000円となっています。定員は40名ぐらいなので、こう結構アットホームな雰囲気で楽しめるのではないかなと思いますよ。で、参加の予約とかはない、受付はしてないんですけども、だいたいいらっしゃる方の人数を把握したいので、よかったら来れますという方いましたらね、3月27日空いてますということで、しょうがないから行くかっていう感じでも嘘一緒に楽しみましょうね。はい、3月27日行けますよという方はぜひコメントください。 Facebook もしくはFM 講座のねメッセージでもいいので、よかったらね参加のご意思を教えていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。アッキーさんのねリクエスト来ておりますので、ちょっとお待ちくださいね。君を思う風あるかな、風よいしょ。あ、ちょっと情けな感じがありますが、アッキーさんないよ、ないですね。ちょっとないみたい。 HY の他の曲、手紙とか AM11時とかはありますけど、 I love you とかね、 I love you、 僕が君を、そこにあるべきではないものとかありますけども、どうでしょうか、アッキーさん。眠っちゃう前によかったら教えて。もうでもこの時間だね。どうでしょうか、すみません、答えられずに申し訳ないです。じゃあその間にちょっとメッセージを紹介していきますね。はい、イーサーさん、自分のいとこは TBS 系でやってたフレンドパークの大道具やってたんで、収録見に、収録観覧行きましたよ。そうなんだ。フレンドパーク大変でしょうね、大道具、大道具か、大道具、大道具、大道具ってフレンドパークの大道具の係ね。これは大道具係さんは大変よね、多分ね。あれは結構セットも大変じゃないですかね。さあ、中井さんですけども、川原朋美ちゃんと小室さんのコラボを、出すということで、元彼元カノ同士で、一緒に仕事できますか皆さんっていう問いかけをしたんですけども、俺できるというね、中井さんの宣言がありましたのですごいね、できるんだ。私はできないよ、本当にね。ゆうきーさんです。やっこさんこんにちはということでコメントいただきました。ありがとうございます。ゆうきーさんも3月27日、遊びに来てくださいね。よかったら本当に。じゃあちょっと来てないか、アッキーさん眠っちゃったのかもしれないね。じゃあもう HY といえばこのナンバーっていう感じの曲をかけていこうかな。はい、この曲はありましたけどね、いかがでしょうかね。アッキーさん眠りながら心地よく聴いてくださいAM11 時ね、
HY のナンバーです。もうすぐ終わっちゃうのでちょろりとしかかけれないけど、お楽しみください。寝てなかったんだね、アキさん。ありがとう。この世界が闇に何電線温度、電線温度が分かんない。中井さん分かんない、電線温度が誰の歌分かんないよ、申し訳ない。Facebook FM 小座のページは、その子さんと一緒に写ってます。その子さんと一緒に写ってるからね。なんか遠く誰もいない場所に、来週はゲストです。君と見る海や山か道はあっと、それではいきますね。ちょこちょこちょい。さあ、アッキーさんごめんね。アッキーさんさ、じゃあソング4でいいですよってことでね、あなたにメッセージ来てたんですけども、かけれなくってごめん、申し訳ないです。アッキーさんありがとうございます。やっこねが呼んだから飛び起きて起きたよあー遅かったかー、ということでごめん、そして睡眠を邪魔してごめんね申し訳ないじゃあこの後ゆっくりとお休みくださいありがとうね。よいしょ、メッセージ来てますね。Facebook 見た見た、 AKB ファンさんありがとうございます。 AKB ファンさんも沖縄に来ませんかねえ、遊びに。でも今回、3月27日に開催しますけれども、また定期的にやっていきたいなーということも考えていますので、今回いけないんだよなーっていう方もまた次回に参加してくれたら嬉しいと思います。で、来週のヤッコベイビーマイタイムでは、その DJ モーリーと松川さんをゲストに、お迎えしていきたいと思いますので、詳しくじっくりとイベントのお話とか、ラジオに対する思いとかね、なんでそもそもなんでパーソナリティっていう話もねもしかしたら出るかもしれませんね。そういったお話もしていきますので、よかったら来週の、水曜日ヤッコベイビーマイタイムを楽しんでいただきたいと思います。よいしょ、メッセージ最後の最後で来たから、アッキーさん、この後仕事仕事、昼寝できずに仕事しまったごめんね。あ、そう、仕事頑張って、引き続き、じゃあもう仕事終わってからたっぷりと寝る感じでありがとうね、すみません。ツイキャス、そしてユーストリームでね、コメントたくさん
くれた皆さん本当にありがとうございました。また来週お会いしましょうね。ヤッコベイビーとは来週の水曜日お昼12時オンエアとなります。それまでみんなバイバーイ。その目は何ですか？めぐちゃん。まあね、みんな終わりって。ちょっと待って、大原さくない。ないですよ、中井さんは。ない。またねー。さらに待つ。